十三崖の超原棒繁殖地十三崖の超原棒繁殖地は長野県中野市竹原にあるヨマ瀬川の十三崖に住む超原棒の繁殖地である。1953年11月14日に史跡名称天然記念物として国の指定を受けた。十三崖付近の空中写真。1976年11月4日撮影。 国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。長原棒はハイタカヘイタカマグソタカなどと呼ばれている。鳩より一回り大型で、翼を全開すると60センチメートルくらいある、ハヤブサカの鳥である。巣は大岩壁の割れ目や、鉱木状の他のタカ類の古巣を利用して作る。十三がけのように岩壁が大きな場合は、 巣のアパートとなり集団繁殖になる。13がけの超原坊は3月下旬に交尾し3月下旬から4月上旬まで産卵する。5月上旬から下旬にかけてヒナは巣穴の中で卵から飼える。巣立つまでの期間は約3週間で5月下旬から遅いものでも6月下旬には巣立つ。 その後、巣穴付近の崖や小立ちで過ごし、秋になると、大方は分散する。春になると、十三崖に戻ってくる。一般的には、超原棒は、集団生息しないと言われているが、十三崖の超原棒は、集団で映像する大変珍しい例として、1953年11月14日に、国の天然記念物に指定された。案内版十三崖は、 高谷城山の裾野を夜間瀬川が浸食してできた崖である。1406年、中野市の南西側を流れていた夜間瀬川は大洪水で、流れが北側へ移動し、現在に近い位置になったとされている。夜間瀬川によって崖面が繰り返し浸食されたため、垂直な崖面となった。崖は北西から南東に約1500メートル。 中央部分で30メートル以上の高さがある。中野市立博物館では展示室で13崖の超原望繁殖地を展示している。中野市指定文化財天然記念物中野市13崖の超原望。新州中野産業観光公社二千二十年二月十六日閲覧。13崖とは中野市2020年2月26日閲覧。 展示情報、中野市立博物館、2020年2月26日閲覧、ありがとうございます。